公園ジムじゃないけどマッチョになるジムではない。ボディメイクではない。あの、なるほど。マッスル。ボディメイクもできるけど。あの、そうですね。なんか、あの、好きなようにどうぞ。何好きなように。リナの思うように。一番むずい。リナの思うように、このジムをプレゼンしてください。プレゼン。うん。てのレール付きのが高いんじゃん。せんな。けどやっぱり初心者の人が多いから。なるほど、確かにそうやな。女性ってこれだけで多分20キロ。そうやな。そうそう。イナのね、人柄の良さを知ってほしいから。恥ずかしいから。もったいない動画じゃないとイナは。この爽やかな笑顔をこういう質問ありますよ言うて。なるほど。一応女性もこういう質問。もう男性は、あ、男性も直でやってくれた。男性はもう女性に優しいな、この自分。女性がえ男はここでやれと。女性今は僕を使ってもらってるけど、うん、まあ、かぶってきたらな。確かにもう優しい、もういい、やらしいわ。いいな。え、ここの部屋よな、他のちょっとジムとは違うっていうのが。そう、ここでケアとか、うん、筋膜リリースとかストレッチをやって、これは吸引治療法って言って、皮膚をこういう風にギュッとスッて引き上げて、でこの皮膚の中にある筋肉を一緒にこう持ち上げて、筋肉と筋肉の間に隙間を作ってリンパの流れとか良くしたり、筋肉の発想性、スライド。これ今先ほど、そう先ほど僕受けたんですけども、背中が熱いです今。機能改善とかにも使えるし、結構これは幅広く使えてる。じゃあこれのお値段ですよ。言うもんな。何万やったっけこれ。200万。一番痛いこれ。ただ結構肩上がらんとかいう人でも結構上がるようになったりとかしたりするから。一応これトレーニング終わりで、イナがケアするって感じだね。そう、でも人によってもう今日はこれだけにしますみたいな。ボディメイクみたいな人やったら8割トレーニングの2割ケアとか、機能改善したら8割ケアの2割トレーニング、人によって合わせるみたいな。それをやり取り入れようとしたのがすごいな。もともとそういうのがしたかったっていうのは、例えば歩くのとか階段上がるのがしんどいみたいな、そういう人で使い方が悪かったりするから、そういうのが楽に。怪我して、言ってたな。トレーニングしてから、まっすぐ行ったから。右と左で、えらい、あの、設定変わるから。うん。あ、すいません。ちょっとあのね、イナがね、ジムの開業者ということで、ジム開業に至るまで、サッカーしかしてきてなかったから、何したいよ、ほんまに分からんっていうか、まあ、いろんなトレーニング受けて、うん、でその体の自分の変化とかもあって、トレーナーって面白いなと思って、トレーニングするのも嫌いじゃなかったから、今までこう自分がやってきたものを活かせるのにしたいなと思って、うん、やめた後は一から、例えば普通の会社員になったら、言ったら一からのスタートなんですよ。もったいないなって。だったら体を使うことしたいなと思って。でもサッカーのコーチとか、なんかそういうのもあってんけど、オファーみたいな。大学のセリフに。でなんかそれやっちゃうと、ほんまにサッカーしか知らず終わるなと思って。サッカーだけの世界で。そうそうそう。視野狭いのが終わるなと思って、でも生かせるものにしたいってなったときに、パーソナルトレーナー、い
いかもと思って、うん、トレーナーのこれのイメージで、うん、30とかまでずるずる行ってからやったら遅いなって思って、うん、だからもう次トレーナーになりたいと思ったらサッカー引退したって感じです。そう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 、早めの方がいい。ほんま1からやと知識も別にそんなにトレーニングのその知識はまあいろんなやってきたから、それはでもその体の作りとか、うん、だからさっきのそう姿勢見て、そうそうそう、どこの筋肉鍛えたら腰痛くないとか、そう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 、全然分からない、まあ、逆にアスリートのこういう人やったらこういうトレーニングしたらいいとかは、うん、なんとなくやってたから分かる、うん、分かる。逆にその一般の人の方が分からなかったから、一般の本当に何もしたことない人のトレーニングとかは難しかった最初、うん、当たり前と思ってたものができない人がほとんどだから、うん、そこが一番最初難しくて、うん、ボディメイクで来たお客さんでもその姿勢も良くして、なんか不調も直したりした方が面白い、うん、その人もいいことします。だからその人の人生で、俺もお父さん頼むわ60で膝も起こんなんなくて、一部行ってって言ってね、父さん絶対いかん、浮かんだくなにいかん、動かさない。で、なんかもう今痛み止め飲んでるね、膝痛いから痛み止め飲んでる、痛み止め飲んでるし、あとは手術しようかみたいな。あ、まずそこに行くまでに絶対できることあるやんか。確かに確かに、食事もやし、まあ治療とかさ、うん、ここの筋肉鍛えたら膝の負担が減るよとか、うん、でお父さんは硬くなりジムっていうのを拒んでるわ。あ、そうなんだ、いかへん、絶対いかへん人なのがいいからな、いや、ほんまにマジか、まあ、褒めるようで悪いけど合ってるわ、パーソナル合ってる、今はほんまに、いや、でも絶対合ってると思うけど、マジっすかじゃあいつかライバル店になるかもしれない。横ら辺で。このお客さん全部持っていくから。これが。とこめでやる。だから、つるましやろ。つるまし。いつかライバル店になるかもしれないけど。その時は、ね、教えてもらわないと。全然何でも教えることやってほしいし。大丈夫です。匂うなよ直樹が作ったからこれ、うん、いける。結構よく溶けるらしいから、それすぐに溶けいいな、溶けめっちゃいいらしい、溶けいいやん、 TGCOTGCO TACO TACO、 あ、分からん、じゃあ TC いいやん TACO 入ってる方がいいんやろ、めっちゃいい、めっちゃいい、てか脂質がめっちゃ少ないからダイエットとかする人にはめっちゃいいと思う。 D48 結構ほんまに少ないよ、普通のプロテインに比べて。内容めっちゃいいよ、結構脂質多いやつとかあるんよ。直樹やからな、ヒゲも生やしてきてるしな、引退してる、火生やしてるやん。いや、おしゃれになってきてる、うん、うん、飲みやすい、うん、うまい、うまい、うん、飲みやすい、入ってくるね、ほんまに。ああ、トレーニング後やのに入ってくる、うん、全然入ってくる、脂質少ないの分かるわ、さっぱりしてる、めっちゃさっぱりしてる。だって俺、いいやん、これこれええわ、 TGCO TACO TACO ペコ